はい、じゃあこれがですね、私が考えるあの農業の人生設計なんですけれども、まあ、ご覧いただいている通り、やっぱり20代ってまだまだ経験を積む時代なんですよね。でその後30代になって、やっぱり一生懸命物を作る時代が来て、でその後40代になって、やっぱりもうやっと自分の自由にお金を使える40代期があります。そして50代期がそれを事業展開し、この50歳の時にもすでに 今の私の世代です。50歳の時にも本当は次の世代を作らなきゃいけないんです。まあ申し訳ないです、皆さん方今日はもしかしたらもう70、60代70代の方がたくさんいらっしゃると思いますんで、いやいやいや山下さん今頃そんなこと言われたって思われるかもしれないんですけど、本来は50代の時に次を作る。じゃあ60過ぎてから何すればいいんだってことなんですけど、やっぱり60過ぎて70過ぎてからはもう皆さん方もすでにたくさん農業頑張ってきてらっしゃいますんで、まあまあこれからね、まあ、自分の好きな時間をね、楽しんでいただく、まあ、そういう時間にしていただければいいなというふうに思っています。だけどやっぱり厄介なのはやっぱり感情なんですよね、うん、いやもう山下さんがそんなふうに言っても、いやうちの息子やうちの娘にね、いやうちの従業員にね任せるのってそんな簡単にはいかないんだよ、やっぱ感情が邪魔するんですよね。やっぱり任せるにはまだ早い、やっぱついついそういうふうに思ってしまいます。だけどこれやっぱはっきり申し上げると、早く任せないと経営は絶対悪化します。なぜか、これは経営っていうのはですね、やり始めてからやり始めてからしか学ぶことができないんです。だからお父さんお母さん方が息子さんや娘さんに任せて初めてそこから学び始めるんです。で学び始めて10年かかります、うまくいくまで。だから30代なんです。で僕は27の時に農業を始めて、32歳で1回どん底に落ちましたけれども、37歳の時にはもう十分利益が出て従業員を雇って、それでも利益が出るような経営まで10年間でやることができたんです。そして47歳まで順風万帆、そして今それからまた寄席を過ごしながら今後継者をいっぱい作っている、まあ、そういう状況になります。ただこの子どもの感情です。今日はあの息子さんの立場でね参加していらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますけども、やっぱり息子さんはですね、とにかく自分のやりたいことをチャレンジしたいんですよ。いや分かります、皆さん方から見るとまだまだうちの息子娘はね、何やってもダメだっていうふうに甘い考え方も甘いし技術も足らないって思われるかもしれませんけど、でもですね何でもチャレンジしたいんですよ若い世代っていうのは。皆さんもそうだったじゃないですか30代の頃。だから気持ちはそこを気持ちを組んでいただきたいんですよね。息子はとにかく息子娘は新しいことにチャレンジしたい、そしてここに赤字で書いてあります通り早く継承していかないと経営力って身につきません。でいくら例えばこんな今日のね話を聞いたり本で読んだりしてもですね、農業経営ってうまくならないんですよ。これって例えばですけど、あのね水泳なんか泳ぐのが上手になりたいなと思ったところで、水泳の本を一生懸命読んだって別にプールに入らないと水に入らないと水泳って上達しないでしょ。で同じように経営も一緒なんです。やり始めないとうまくいかない。だから1秒でもいいから早く事業をつないでほしい、うん、まあ、ただねここの感情が行ったり来たりします。とはいえ親の世代、やっと僕も親の世代になりました。やっと皆さん方の気持ちが分かる年になりました。いや今から子供にねやらせるにはねまだ不安だよねってなんか分かります、うん、ただここ今日ねあのご主人だけじゃなくて奥様方もたくさん来ていらっしゃいますよね。でこのお母さん方、お母さん方が実はキーなんですよ。で私が27歳の時に父親にこともあろうにちょっと俺に経営やらせてくれって生意気なこと言いました。ところが親は私の父は何を言ってるかと、お前に経営なんて100年早いって言っても聞いてくれませんでした。だけどそれでも僕は食い下がります。なぜ親にまだ55歳だった親に俺に経営させてくれって食いついたのか、これ私の嫁の存在です。私の奥さんって全然農家じゃないところから嫁ってきたんですね。でもともとサラリーマン、いわゆる公務員の娘さんだったんです。公務員の娘さんが農家に嫁いだ。そしたらですね公務員の私の奥さんがこう言うんですよ。ねえなんで農業って
お給料がないとって聞かれるんです。いや、なんで給料がないとって言われたって、農業ってそんなもんぞって。で、もともと彼女は普通の会社に勤めてたから毎月お給料もらってたんです。ちょうどほら平成元年あたりで景気良かったでしょ。あの頃まだバブル景気だったから、彼女まだ22、3歳なんだけど月20万ぐらいもらってたんですよ。月20万ですよ。すごいですよね、あの頃。で、僕は当時27歳で農家の息子でしょ。で、給料ないんです。だからお小遣い制なんです。だから彼女とデートに行く時も、ねえねえ父さんとちょっと遊びに行くけん、ちょっとお金ちょうだいって言って、一回一回お金もらわなきゃいけないんですよ、デート行くだけでも。で、結婚しました。で、結婚したら私給料ないでしょ。で、うちの奥さんが、え、なんで給料ないとって。いや、なんで給料ないとって、別にうちだけじゃないです、周りの農家もみんなそうだったんです、うん、そして次奥さんがこう言うんです。ねえねえ、農業ってなんで日曜日がないとって。いや、日曜なんて農業関係ないとよ。え、なんで。で、奥さんからすると不思議なんですよね。なんで日曜がないんだろう、なんで給料がないんだろう。でも農家の僕からすると、親も農家、じいちゃんばあちゃんも農家だから、それが普通だったんです。でもだんだん彼女が、え、なんで、どうしてって言ってくるから、そうね、ちょっとそうね、分かった、なら俺が経営をし始めたら全部自分が給料も払えるし、休みも取れるようにするから、そういう農業俺するから、本当にできると、分かった分かった、なら俺が親に交渉するからって言って、親に交渉したんです。でも、うちの父はですね、1940年生まれ、だから昭和16年生まれです。うちの父は昭和16年生まれだから、ちょうど戦争が始まる前に生まれてる、戦前生まれなんですね。だからもう頑固というか、まあその時の世代なんです。だから父が、お前に経営なんて100年早いと、俺が65歳になって年金もらうようになったらお前に譲ってやる、そしたらお前が自由にしていいからって。で、周りもそうだったから、ああ分かった、俺は分かった、あ、じゃあ父が65歳になったら経営を譲ってくれるわけだから。で、周りもそうだったし、私の父もそうだったから、 OK OK 分かった。でも嫁が納得しないんです。嫁が納得しないから親父と戦うんですよ。で、そこで出てきるのは私のおふくろ、母ちゃん。はいはい、またあんたたちもめおるとって母ちゃんが出てくるわけ。で、母ちゃんがうちの 母親ね、母親が父親を味方するか僕の味方するか、ここで勝敗が分かれるんですね。母親が父親の味方をせずに僕の味方をしたんですね。もうあんたよかたいと、もう息子、私はひろゆきって言うんですけど、ひろゆきにも任せなさいって言って、おふくろが僕に協力してくれたんです。で、結果父親は55歳で引退して、私が経営をすることになった。すごいでしょ。だけどうちの父親も納得いきませんよ。山下家にね、通帳が1個あるの。ここで家計費から事業費から農業のお金からも何もかもする、いわゆる家の長ね、課長になるわけだから、よし、お前やれるもんならやってみれって、通帳僕に投げつける、じゃんって投げつけてさ、通帳投げつけられたんで、やってやるわってやったんだけども、通帳が真っ赤っかなんですよね。で、真っ赤っかの通帳を渡されて、もうやるしかないと思って、それからやり始めたんですけど、だけどその時ね、うちの父親がね、なんて言ったかというと、よし分かったと、お前がそこまで言うなら事業、この山下家の山下の親はお前に譲ってやろうと、その代わり俺も今から仕事はまだ続けるから、俺には給料を払えよって言った。俺には給料くれんだったのに父ちゃんには給料払わなんとみたいな。まあ仕方ないですよね。だからそれから、父親と母親に給料をやりながら、私が27歳から経営をやり始めた、まあそういう状況だったんです。